本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ごさんです。本日は、ジャヒー様はくじけない、第7話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。遊ばないジャヒー様なんですけど、今回のサムネのジャヒー様が、鍛えてる、お、なんだこの悲しい <laughs>、空気は、うん。まあ、これは普通に、あれ うん。あ、倒す倒すのは別に、うん。そうですね。今でも魔王のナンバー2ですからね。ね、鍛えるらしいんですよ。あれはなんか、その、頭でもぶつけて、痛がってんのかと思ったんですけど、多分、ね、この流れだと鍛えるんでしょう。はい。どうしました店長はわかんない。多分太ったんかな。 っていうね。だから、えー、太ったので、退場としたい店長と、魔法少女を倒すね、えー。全然いいですけど、あの人、倒さなくたって、不運で自滅していくんじゃないかなっていう、ね、気はしますけどね。まあでも、多分倒すために鍛えるジャヒー様なんでしょう。よくそんなお金ありますねってね、すぐ思うんですよ。 だから、いやー、ねえ、ジャヒー様、鍛えんのかでもそんなお金ないよな、っていうね。だから単にすっ転んで <laughs> 頭ぶつけて痛がってんのかという可能性もあったんですけど、まあ、冒頭のジャヒー様の決意表明と、あの、店長のご様子を考えみると、やっぱり鍛えるんだな。ジム行くんかなお金どうすんですかね <laughs> そんな金あるんだったら家賃払えってね、誰かさんが乱入してくるとかね、全然ありますし、あと、それと遊ばないがどう関係あんのか我は、鍛錬に忙しくって遊んでる暇ないんじゃって、あの、女の子と男の子、小さい子二人になんか絡まれんのかそれが、ね、この感じだとジム行くですよね。よくジムな、んね <laughs>。 <laughs> すぐそれ思うんだな。よくジム行く、お金ありましたね。っていうね。まあ、ジム行くとはまだ、行ってませんけど、どっか、スクワットでしょ。うん。うえ運動不足だから鍛えるためにやるはい。はい。意外だわ。タージュを気にしたいとかじゃなくって、鍛えようと思ってやられたんだ。運動不足だから。まあ、全然いいですけどね。うん、ははい。はい、なんで。 なんでえ、なんではい。他のことでたくさん体使ってる。いや、ちょうどいい機会じゃないですか。うん。うんうん。え、だってさ、これ、はい、事務代店長持ちで、しかも、まかないが増えて、何を食べたいか聞いてくれるんでしょうあ、なんだ、ここであんのか。ああ、じゃあ別に、はい。ただか。なるほどね。 すごい、そんな思い立って始めたにしては、始めたにしては店長すごい揃い方。うん、まあそうなんですけど、でも偉いですね。被害者は店長。いや、全然、ジャヒー様、何もしないより全然いいですよ。たえできなくても、とりあえず辞めないだけ、うん。辞めないだけマシです。<laughs> ゆっくりのがきついですけどね。うん。まあ、無理はなさらずに。あっちからすごい、うん。 あのね、自転車から逃げたぐらいなんで、相当、体力とか、力は、あ、これか、<laughs> 可愛わらしいですけどね、これね。よくないですよね。体に、まあ、それもわかんないですよね。魔族の、ジャヒー様の、体力とか、<laughs> 可愛らしい。よは。っしゃい。ああ、はい。腹筋一回ね、うん。 腹筋はしばらくやるとね、逆に無限にできるからいつやめれへんだってなりますしね。あと、ああ、ああ、ああ、なるほど、なるほど。鍛えるからってジムに行くだけが全てじゃないよと。うん。いくらでも家でできることあるか。なるほどね。お手本のような、うん。運動音痴っすね。ジャヒー様はね。うん。すげえ、店長、いろいろ持ってんな。まあ、買う。 これはあれだな。あのー、メイドラゴンの方で小林さんが次から次にあれ買ってこれ買ってってなっちゃって。いや、早いの諦めんの。なんでもやってみ。<laughs> うん。あれやりながらね。うん。そう。はい、そうなんですけど、ありがとうございます。うん。はい、一緒だから敵。うん。どうしたんですかジャヒー様。うん。 やっぱ、切磋琢磨する相手がいると、やる気が、はい。おう、はい。あは、ははい、は。<笑><笑>さっきもやってましたけどね、はい。え、すげえいいじゃん。うん。ね体には、おう、unfortunate な場面がこちらにもありましたか。すごい、ね健全だし、偉いわ。ね一回もできなかった腕立てが、 ああ、やっぱ、じゃあ、うん。鍛えれば強くなるんだな。よかったっすね。いや、今回なんて爽やかな話なんだ。なんじゃかか、そうだよな。なんじゃかになるよな。うん。おー、まあ全然いいっすけどね。うん。あ、体重だったね、やっぱりね。まあそうかなと思ったんですよね。まあでも全然いいっすよ。何があるであろうと。うん。ジャヒー様全然気にされないっすよね。 むしろた、おう、びっくりした。なんだああ、ジムだから、はい。ああ、あんた、はい、なんすかもう退場したからいいとか言わないですよね。言わないですよね、と思ったんですけどね。うん。<laughs> 全然わかんないですよね。本人以外には。ああ、よかったっすね。今度はちょっと店長付き合ってもらいましょうか。 うん。いいんじゃないですかお一人で行かれたら、無料の、<laughs> その無料は別にいいじゃないうん。全、シリンシリンなんかあんのかなあれ。元ネタが。いいんじゃないですかもう一人で行きましょうよ。くだらぬ <laughs>。くだらないですよ。強くなったでしょはい。なんだこの、うん。<laughs> 簡単な変身会場だったな前回の魔法少女さんみたいにね。あの人名前わかんないですかね いや、でも、ね、眠りも良くなりますしね。ただ、そう、賄いを増やしてもらえたから良かったですけど、ただです、あんま食べてないジャヒー様だから。なんだ、なん、何があんだこの、おおどこだこれは。えあの、うん。アリエンの小林さん家の近所のあの人なんですけど、この作品の場合全然関係ないですし、すぐ思い浮かんでくんの。うん。 本当に劇場は一切関係なくそういう音だった。うん。矢野さんでしたっけ矢野さんか。ねえ。を思い起こさせる。こんな築40年のボロアパートでよくあんなことすんなうん。まあそういうのなるんでしょうね、またね。何なんだろうな、まあ、矢野さんなんでしょうね。うん。ああ、間違いないな、これはな。完全に矢野さん。なんだけど、 これまで全然なかったそれが急に始まったのは何か理由があるんだろうかうん。いや <laughs>。<laughs> ああ、完全に、あどこで覚えられたんですかその格ゲーさながらの技のれうん。さあ何なんだ謎だな、うん。めっちゃ面白いな。あジャヒー様、こういうスラップスティック系のギャグ、別にギャグでやられてないですけど。うん 面白くしてやりましょうね。<laughs> 全く聞いてないと思いますね。わかんないですけど。何やってんだろうな急に。うん。え演奏してんのかと思ったら、これは、なん、うん、なんかかけてんすかね。何かをかけ、あー。そうですよ。デスメタルっすよ、こっちはってね。わかりませんけどね。まあ、魔界とメタルで。 本当 <laughs> ほんと、ああ。またか。ほん、うん。いやー。うん、何なんだろう謎だな <laughs> 完全に、完全に息がぴったりのセッションが始まってしまってますね。ね。<laughs> うん。なんということだ。 なんなんだ、この、ねえ、してますよね。<laughs> 完全に揃ってますけどね、全員。行かれたメンバー揃ってんじゃん。だんだん楽しくなってきたな <laughs> これ、ね。ジャヒー様諸共、モロとも、いや、全然、全然いいですけどね。全然、これはこれでめっちゃかっこいいし、面白いんだけど、 いやー、これは、ね、いろんなこれまで行かれたメンバー、いら、<laughs> いらっしゃったでしょうけど、イかれたメンバーを紹介するぜ。たらいのジャヒーはなかなかいなかったでしょう。新しい。よかったですね <laughs>。楽しかったでしょう。ただ、ね、あの、近所迷惑では、同罪でのともジャヒー様、ジャヒー様使わ、捕まるんじゃないかと、いう、ね感じしましたけどね。 まあ、は、はい、な、誰なんすか隣。ああ、やっと行きますか。よく今までこれやんなかったな。うん。まだいますかねうん。謎でしたよねなんであんなメンバー揃ってんだっていうね。家具パートが。か、音楽ならしてるんじゃないですもんね。ジャヒー様に合わせて。まさか留守って答えでしょうしね。隣空いてんぞ、みたいな。 やっぱそういうことなんだなぁ。ね。じゃあ、幽霊か。幽霊か。ええ <laughs> <laughs> 誰もはい。よいしょ、待って <laughs>。誰もはい。え、完全謎なんか、はい。あー、まあいいや。勝手に住み着いてることありますからね。空き物件に。あ、あの子だ。あー、なるほどなるほど。 マセギか。あ、違うわ。うん。この子じゃないの。遊ばないのは、遊ばないって言われんのは。あれがマセギだったら、何探してんだろう。え大家さんと、そういえばだけど、今頃だけど、目似てるなあの、光の宿っていない目。あのー、ご姉妹いらっしゃいません上に。お二人。小。小。 同い年かもしんないでしょどんなに、遅、幼く見えたって。うん。まあ、それを証明できない。うーん、そうなんだ。ガキから見てもガキ。ああ。方言ってなんだよ、この世には。標準語だけが日本語だけじゃねえんだよ、っていうね。でもなんでじゃあ、ジャシー様は日本語できるようになってんだ。うん、そうなんですよ。目に物見してやりますよ、このクソガキに。え世間の恐ろしさというものを分からせてやりましょうよ。 できたんだ。見せようと思うが、ここに来て魔力が足りないジャヒー様だったとかそういうことではなく、一話以来の、あのー、魔法少女のお株も奪っていくジャヒー様の変身場面。ほら、見たかこの野郎。うん。<laughs> 問題、はい。別に、はい。すごいだろう。変身できんだぞ、ジャヒー様は。ああ。魔石なるほどね。格好はいけなかったか。 これは弁解できないなうん。まあ、魔石だったらなんですよね、チャヒー様ねー。うん。変わったるの魔石だな紫色ってのあるんすね。うん。いや、ガキの言うことの前に現物見ましょうよ。何持ってるか。あと、ねぇ、反応あったでしょうしね。いや心細いな今これしかないですよね。 あの魔法少女さんさ、あれマジで私未だに納得いかないっていうか、犯罪だろ、ただの。相手にとってどんな大切なものかわかんないやつをよく盗んでいくよな。で、この方関係ないんかな。さっきのこと、うん、はい。<laughs> どっからから出てきたか、なんかありましたっけはい。全然 <laughs>、ただ、ただ単にそこら辺から現れた。 ありがとうございます。あ小倉ゆね、小倉優さんですよね。すごいな、歌声と、歌声と役の時の声とすごい、うん。ねえ、あの、ジャンの時の、ほら、え、すごいな。歌の時ガラッと声変わる人もすごいですけど、ええー。 私多分、小倉唯さんの役目、役柄で聞くのって、初めて、何らかの役で聞くのって。か、すごい久々。ね、完全にあの歌の時の、オープニング時のお声と同じだわ。すごいこんな、うん。全く同じ声な人、初めてかも。うん。あ、そうっすね。ずいぶん素直はあ ああ。まあ、そうっすよね。見た目だけじゃね、何がわかるのかと思いましたけど、えー、<laughs> まあ、ジャヒー様がそれでいいんだったらいいっすわ。文句はないっす。ああ、そうなんですよ。魔力のこもった石のことじゃあ、はい。うん、はい。ありがとうございます。この辺のことが別に、ね、言ってはいかんのだみたいなことが全、全然ない。もう全部ベラベラ説明してくれるっていうね。うん。あ、それも、素直な子ですね。 まあでもあれっすよね。あの、店長とか大家さんもね。その辺あんまり、へえみたいな感じ。全然びっくりしてないっていうね。うん。主界だって。え、うん、はい。<laughs> 魔法少女、ね魔法少女さんは、別に光の一族とかね。これ、マシカド魔族でね、申し上げま、はい。そうなんですよ。ず、話がスイスイ通っていくな。 はい。こころさんね。はい。まだにすごい。あの、すごい、あの作品やっぱすごいなっていうね。ミルキー・ホームズの、こころちゃんで言うなーが即座に浮かんでくるのはさすがだなうん。はい。早速お名前を覚えていただきましてありがとうございます。じゃ戯れてる時間あった、自覚あったんですか うん。あるのは間違いないですね。いやー、でもね、あの、強盗少女から、まず奪い返したいですけどね。不運に見舞われて、動けない、身動きできない間に、はい。全然いいんじゃないですか。すぐ浮かんできますね。心ちゃんって言うなー。が、未だに、何年経ってるかわかんない。あの作品で、え <laughs>、明智、明智警部の、明智警部補でしたっけ 階級忘れてんのにね。あと、アマンチにね、ココロちゃんさんって言いましたね、ね全く同じ名前で。じゃあ、ヒー様呼びしてくれるなんてありがたいなみんな、じゃあこいか、ヒーちゃん。うん。まあ。え。ココロさん。はい。は、はい。そう、あ、い、あ、はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。あの人はねえ、ねうん。 <laughs> だいぶ、えー、わかんないです。ジャヒー様は大変なお力をお持ちなんでわかんないですけど、ちょっと引くぐらいいい人ですね、ロさん。うん。<laughs> ジャヒー様だし。う<ー>ん。まあ、そう、ああ、はい。所有権あるわけじゃないからな、証明できないし、いや、いいのはいいんじゃなああ、 かかってくるんですよね。そうね。難し、はう、あ。は、はい。はい、ありがとうございます。あ、あ、まあ、あ、いい、は、いい <laughs> やばい。この人があまりにもいい人すぎてやばい。うん。心が、ね、心苦しいでしょ。コルさんだけになっはは、みたいな話なんですけど。いやー、そうです。はい。うん。それで遊ばないのか。なるほどね。 でも本当にじゃないかなと思っていた、あのオープニングの、心ちゃんさんっていうんですね。あの男の子の方はお名前はあと店長さんとか、あ,あ、大家さんと、お知り合いかご兄弟かと、心ちゃんさんありがとうございます。うん、すごい特徴的だな。 ねえ、なぜなんですよ。あはい。それをなぜジャヒー様にくれた、はい。それをなぜジャヒー様にしてくれたのか、ですよ。なぜなんですかはは。<laughs> かえらしいですね。うん。なんでジャヒー様にこんな付き合ってくれて、優しくまでしてくれんのかおねえ、こんな遅くまでずっと、どうしたんすか な、えなんかあんすかロさん。なぜですかうん。えロちゃんさんってなんかあんのなん、はい。ねえ、確かにね、普通、他の、あーあり、ありがとうございます。うん。いいことありますよ。 まあ、マセキ探しには幸運が必要ですよ。よかったですね、ジャヒー様。持っててくださいよ。あと、うん。そうなんですよ。あんまりついてないですからね、ジャヒー様はね。あと、はい。ちょっとありがたすぎて怖いな、この人。なん、この人何なんですかこの人、何があるんですかはい。なんでこんなジャヒー様に、優しくしてくれんのか、 ねえ。さっきあったばっかっすよ。それがもう、マセキザ、はい。<laughs> ありがとうございました。ほん、は、えまたはいあ。あ、ありがとうございます。なんなん、な、なんだったんだ。これまでのジャヒー様のあまりの運のなさに慣れきってるのか、こんないい人と出会いがあっていてい,いんだろうかというね。怖くなるな。うん。 寒みたいですね。ジャヒー様。よかったですね。たまには立ち止まって、周りの人たちと。うわぁかわらしいうん、ね。いや、いい出会いがあると、本当にジャヒー様もあんな、ね、嬉しそうにさ。うーん。あまりにもね、なんだったんだろう <laughs> あははい、はまあ、変わるんでしょうけどね。ココロちゃんさん。えぇ、ー、あ、はい。うん。今、パッと確認しましたけど、間違いないですよね。そうっすよね。小倉優衣さん。 すごいっすね。これはあのー、オープニングのね、歌われてんのが小倉優衣さんだということは当たり前ですけど、購入時から存じ上げておりまして、なるほどなるほど。これはね、あ、でも、あのー、エンディングも買ったんですよ、このエンディング。うん。最初はそんな別にエンディング興味ないわと思ってやったんですけど、あまりにも可愛らしいのと、歌詞がね、 すごくジャヒー様らしい、ジャヒー様のエンディングっぽくって、で、世界観を反映してて、あ、これはもう聞いていたいと思いまして、ね、まあ、これは言われてることあるんですけど、この VTuber の皆さんちょう、本編に出てくるわけでもない、歌手なわけでもない、じゃあ、ジャヒーのエンディングと VTuber が歌うということの間に何のつながりもないよなっていうね、こと言われてるんですけど、まあ、歌がいいから、いいっすわ。 と思ったんですけど、そのエンディングよりはるか前、もう、出たてん時に購入したオープニングを歌われてんのが小倉唯さんということを存じ上げてて、その声が本当にね、特徴ありますんで、今回心さんが二言三言おっしゃった時点で、あ、これ小倉唯さんか。なるほどね。小倉さんはご出演もあるしってこと。はい。おぉ。えはい。 全然いいですけど、元のむかみでは店長は。うん。<laughs> ただで買うかどうかを最初に確認。うん。あ、そうですか。あの、無料、はい。無料体験行かれたんですか。はい。あ、よかった。なんか散々、喜ばしいって、ぬか喜び。はい。え、ちょっと、店長。はい。エクレアだ。て、これはジャヒー様はもう危ないの。<laughs> ジャヒー様の食べてる量よ。 うん。これ、ね、よくあるリバウンドの、典型的な、典型的な、はい。お風呂に入れない、たらいしかないから、お風呂ついてないでしょ、ここ。お風呂あったらね、そこ行きますよね。あの、各部屋に、じゃなくって、まあ、風呂、トイレ、共有ってのもありますけど、共有ですらない。お風呂ない。だから入れないでしょ。あのたらいだってね、別にやんないよりマシですけどね、それすら、 あの、今回のガンガン何だったんですかあれのせいで、たらいが穴開いて、水が漏れるから、たらい風呂にすら入れないとか、そういう話になったのかなっていう予想と、あれ何だったのっていうね。あれマジで何だったんですか全然わかんないわ。うーん。ありえんのは、うん。ただそれも、ありえるかっていうぐらいのね、想定ですけど、あの魔法少女さんの、あの、別の特殊能力というか、不運を呼び寄せる以外に、 なんかしら、そういう、そういう怪現象が起こす、起きるとかもしくは、単にそういう趣味とかか、他に、今までおいでになった方やなさんかへえー。みたいにうん。なんかそういう趣味とか、これまでに出てきた人が持ってんのかねえ。あの、ミラクルピピンさんは、お住まいがね、遠いですから違うでしょ何があり得るかなと思ったんですけど、結局わかんなかったんですね。幽霊だったかうん。 まあ、魔族がね、あんだけいらっしゃるんですから、幽霊だって。ただ、ねえ、これずるいですよね。大家さんも知らないで、魔族のジャヒー様とかはみんな家賃払って <laughs>、もしくは払ってないところを取り立てに来られたりしてんのに、幽霊は家賃払わなくていいんですか大家さん、あんたジャヒー様に家賃払えるとか、毎回お芝居でまで言ってる場合じゃないですよ。家賃払わずに住んでる奴他にもいますよ。っていうね、話でしょう。だったんですよねー。 何だったんですかねま、あそのうち出てくんのかあと、小倉優衣さんね。改めて。あ,あ、そうだ。あの、あの男の子は、ただ他のね、あ,あ、そっか。<laughs> いろんなことが次から次に浮かんでくるけど、あの、心ちゃんさんって、初めて人間でちゃんと名前分かった人じゃないですか他の人分かってないですもんね。大家さんは、明言されない、誰かの呼びかけでだけ、りょうちゃんってね。それでりょうさんっていうの分かってますけど、 店長すらいまだにわかんない魔法少女さんもわかんないミラクルピピンさんも芸名しかわかんない中で、コ五ロちゃんさんだけですよねはぁ。で、あの、ココロちゃんさんが、ジャヒー様に問われて、いいよどんでましたけど、なんで他のことは遊ばずに、本当に帰る時間なっても、 子供たちの中で最後に家に帰る。で、一日中ジャヒー様に会ったその日に魔石とかいう知らないもんを探すのに付き合ってくれて、四つ葉のクローバーを見つけて、ジャヒー様ってね、ずっと呼んでくれてね。で、それをくれるっていうね、それもわかんないし。多分だけどコ、コロちゃんさんは今後なんか、まあずっとね、おいでにはなるんでしょう。継続的に。で、その中でどういう、うー、なん、うーん、どういう事情というか、 その辺の謎だったところが、なんか、わかんのかなっていうね、ことあるんですけど、ね、これまでカタクナに名前がなかった人間たちの中で、いきなり登場時から名前がかかってる。で、あの男の子は、小学生男子としかわかんないんだ。じゃあ名前のある子じゃないんだな。これは、店長大家、魔法少女っていう、まあ、あだ名というか、立場名というか、そういうのすらないんですよね。 まさか小学生男子とは呼ばないでしょうからね。だから、たまにしかおいでにならない。また、ジャヒー様絡みで、あの時を襲ってきたチジョだ、みたいな。時に、たまに出てくるぐらいの方かなっていうね。だから、ロちゃんさんとは全然関係ない。多分あの、小学生男子さんは、目がね、大家さんにそっくりだったんで、あの大家さんもね、ずっと、いつもあの、光のない目、でいらっしゃるんですけど、まあ、そんぐらいでしたけど、共通点あったんで、 関係者かと思いましたけど関係ない。なんとなくね、その態度というか、物腰というか、似たものを感じたんですけど、関係ないか。あなるほどね。うーん。やっぱ遊ばないっていうのはそういうことか。なんで、あとは、大きいものは、その、この作品での、ヤナさんの正体ね。あれが何だったのか。と、ココロちゃんさんは、まだなんかあるな。っていうね、二つですね。まあ他にもね、今回は <laughs>、そういえば、えー ドゥルイスさん、サルワさん、魔法少女さん、ゼロ、出番が。まあ、新しい方のご登場、ご紹介の回は、他の皆さんはね、また、ジャヒー様20あるんですからね、ああ、これは何回思い出しても本当に心強いわ。安心感が尋常ではない。ねえ、本当にね、焦らずゆっくり楽しんでいきますよ。まあ、その長い展開の中に、またどうせしょっちゅうおいでになるでしょうから、ゆっくりとね、新しい方がいらっしゃるときは、その人たちに舞台を、 譲っていただくというね。皆さん謙虚ですね。なんで、おいでにならなかったんですけど、いつもの店長とジャヒー様ばっかりので、それに加えて新しい、あのオープニングの子はね、誰なんだろうって思われてましたけど、男の子は多分通りすがりないし、2、3回のキャラ。で、あの、いろんなね、言われ方してましたけど、私はしおりちんさんを思い出していたんで、なんとなくあの人に似たキャラだなーっていうね、ぐらいだったんですけど、なるほど。 今回おいでになって、わかりましたと。心、<laughs> やっぱ偉大だわ、あの作品は。何年、ね何年経ってますすごいですけど。それが未だに心ココちゃんさんなんてね、そゃいますよ、アニメの中に。まあ、実際にもいらっしゃいますけど、そのお名前を聞くたんびに、あの人の怒鳴り声が脳内で炸裂するっていうね、心ココちゃんって言うな、ボケーっていうね。で、その呼び名ですけど、当たり前ですけど、心ココちゃんって言われた瞬間にブチギレって、ジャヒー様をぶん殴るわけでもなく、当たり前ですけどね。 何はそんなにあの人は、あの、明智さんの方は、可愛いじゃないですかね。こっちの心ちゃんさんはそんなことあるわけもなく。だし、ジャヒー様ってね、一回、なんか、普通はこういうのね。だってあれっすよ、あの、3をつけろよ、デコスケ野郎みたいな、ことが状態化しているというのに。いろんな、その、ジャヒー様ならジャヒー様。ジャヒー様と呼べ、みたいな話。で、それを承諾させんのに、大体ね、2、3やりとり必要ですよ。それがもういきなり、 そうっすね。なんでコロちゃんさんがジャヒー様をあんなに気に入ってくれてんのかジャヒー様に何かあんのかコロちゃんさんから見るとっていうね、ことありますけどね。まあそれ以外にもね、いろいろあるんですけど、その辺はまた前回から今回までの間にいろいろまたありましたんで、ご紹介申し上げてから振り返っていきましょう。まずですね、ニコニコ動画の方にあげた動画にコメントいただいております。いろいろとね、私遅いんで、 前回はご紹介できなかった第5話のコメントいただいておりますんで、たくさんいただいておりますね。皆さんいつもありがとうございます。コメントといいねね。今季はメイドラもそうですけどね、たくさんいただいております。5話の、まあ、冒頭からね、ウポスとおねぎらがたまりまして、おまわりさんが有能なアニメなんでしょうね。普通は有能ではない。おまわりさんで最近、うーん。それこそ、しおりちんさんのお父さんはおまわりさん。あとは、 まやっぱり三つ星カラーズですか斎藤さんね。なんかあるんすかね。おまわりさんが優秀なアニメは名作みたいな。有能だし、あの人は真面目っすよね。あと、やっぱ現場慣れしてるというか、ミラクルピピンさんは普通はもうちょっと昼むっしょ。その後はいいかな。わかんないですけど。表現の自由。ね、そう、これ言われてましたよ。チラッとね、以前、前回だったか申し上げましたけど、彼はなんか法律に触れてんのかと。いうね、全然触れてないんですよ。ただ、これもね、その時申し上げましたけど、 ああいう犯罪でも何でもないんだけど、ちょっと、まあ、これがね、ちょっと目立ったぐらいでって言われること多いんですけど、そういうちょっと目立っている、逸脱して見えるというね、気候の段階で声掛けをしていくというね。この声掛けはね、あの、ミラクルピピンさんのああいう表現が犯罪ではないのと同様に、別に警察官にしろ、その地域の住人にしろ声をかけるだけですから、それをまた別に何ら法的な 強制力ありませんから。で、数学教師かというね。言われてましたけどね。ストレスが溜まるのかと。うん。わかんない。私は数学全然なんで、わかんないですけど、数学ってだって、一回解いたら、もうその法則が変わることないでしょだから答えわかってるから、ね、そういう方向では悩まないと思うんですけど、か、私みたいに数学がダメな生徒を指導していくのが大変だからかわかんないですけどね。ええー、魔法少女俺は草。 というね。いや、通じる人がいらっしゃいましたか。いい作品でしたよね。あの後もいろんな、ああいう設定からしてギャグという作品もいろいろ拝見しましたけど、あんなに面白いのは珍しいんじゃないっていうね。あと、あん中で、尾形恵さんがギャグの皮を被って本気の業界の、このままじゃ崩壊するぞというアニメ関係者の皆さんの叫びを代弁されてるという素晴らしいくだりがありましたんで、 <laughs> 作画はね、作品自体がネタにしてるぐらいひどい時あったんですけど、とにかく顔の作画だけは絶対に崩れないという、そういう恐ろしい技術、どうなってんだということもありましたし、いろいろ面白いし、いい作品だったんですけど、声優さんもね、いい方揃ってましたね。あと、あ、そうだ、小倉優さんちょっと、おしらいましょう。どういう、これまで、どっかで拝見してるか、本当に久々か、下手すっと初めてるか、ダンスすごいんですよね。あの、この、ファイティングポーズの、 ダンスバージョンのまあ、皆さん、ほとんどの方はご覧になってると思いますけど、すごいっすよ。テレビアニメ。えー、近作から。うわ、すげえな。まあね、この作品おかしいんですよね。キャスト欄がね、完全にどうかしてんですけど、この出演作の量は、と思いましたけど、小倉さんもすごいっすね。でもやっぱり、私はね、すれ違ってんだな。そうなんですよね。あ、マンハッタンカフェうん。ダークマンハッタンシー。最近のだとそれか。 うんうん。それより前だと群馬ちゃんとお前はまだ群馬を知らない。両方にご出演なのは群馬ご出身だからかなんだ。えー、群え。ちゃんといえばね、内田屋さんですよね。あとは、うん、やっぱりね。こんだけ、出演されてて、こんなにすれ違ってるとは、うん。<laughs> すごい。2014年にも47都道府県、都道府犬、群馬県、はい。ですわ。 全くないっすわ。ですね。ま、あそれは今回ね、2011年、10年遡っても、ゼロああ。それが今年、ジャヒー様になってコ、コロちゃんさんか。なるほどね。ね。長いセリーズですからね。これはよく言われますけど、一クールの後半にいらっしゃった方は、やっぱり、その人の魅力が表現される機会が少ないんで、メイドラでね、一期終わった時のぐらいのエルマさんとかありますけど、この作品は7話でご登場。 でもね、全然まだ他の作品だったら、こっからまだ普通のワンクール分以上残ってると。素晴らしいですね。えー、だいぶね、小倉優さんの方に脱線しましたけど、魔法少女俺、わかる方がいらっしゃったと。で、フラグね、うん。わかりやすいなぁ、ほんとに。フラグの教科書1ページ目のフラグっすよね。引いてるね、引いてるじゃん。ね、申し訳ないですけど、あの時さすがの私でもね、 もうこの人のファンやめようかなと思いますよ。あんまりにもね、しかもそのフラグをね、自分でどんどん高く何本も立てていくんですよね。確実に自分の地獄行きの道の地固めをしていくというね、着実に地獄行き超特急ですよ。ドラゴンなら風邪をひかなかったのに。うん。ね。まあ、これはたまたまなんですけどね。たまたま同,同じシーズンに見ているメイドラとね、ま、あ視聴者さんはね、メイドラをご覧になってるうちの何パーがジャヒー様、 ご覧になってるかわかりませんけど、ジャヒー様ご覧になってる方の、まあね、これは規模の違いですけど、ジャヒー様ご覧になってる方は、大体メイドラーご覧になってるでしょう。でもわかんないですよ、これ。ね、その時も申し上げましたけど。あら、トールが言ってるだけですからね。あと、風は引かないけども、みたいな。ええー、と、なるほど、これは。あ、魔力ね。はい。うーん、まあ、ジャヒー様にね、そういう合理的な基準というか、 カラクリというか、あるかわかんないですけど、弱ってる可能性ありますかね腹筋腕立て、一回もできないっていうね。だから、か、やっぱり、あの、大きい姿の時は、結構、強いか。結局、自転車には捕まってましたけど。でもね、最初、すごい、瞬発力でしたもんね。店長のママみがすごい。店長マ,マ、っていうね。皆さん、ね、ママっ子の皆さんが、これは本当によく言われてるんですけどね、ミルフ、でしたっけ あとは、あらあらお姉さんね。これは本当によく言われる。で、店長はまさしく、その逸材だと。当量、これが看病だ。うん。だいぶこっちの世界に来て、まあ、来たてん時はね、ほんとひどくてね、第二期になってだいぶ成長したなと思ったら、ああいう変なところがね、急に抜けてるっていうね。えー、片手ダンプの君、という。いろんなあだ名がありますけどね、あの人の場合ね。うん。だから真っ先に、その、この人も、もしかして片手ダンプ系の、 人かっていうぐらいね。強かったんでね。ただそれがやっぱり前回で、不運に耐えるためですかそれが強さとね、と思ったんですけど、まあ、やっぱりそこが共通していたんで、魔法少女っていうのはやべえやつの集まりかと。あと、恋安ね、すごいですね。この作品の視聴者の方は。魔法少女俺、まあ、アメドラはね、そらそうかもしんないですけど、街角魔族、恋安、全部通じるっていうね。あとですね、 純不動になりまますけど、ご自愛くださいませね、これ何週間か前から申し上げてますのと、あとメイドラの方でもね、申し上げたんですけど、分かったのはとりあえず、甲状腺ではないだろうと、ほぼ。なんだけど、同じ症状で、あ、これは甲状腺だろうと思って、勘違いして、甲状腺科に来る人は多いらしいんですね。なんで、甲状腺科の先生に、甲状腺じゃないんだけど、ということで、教えていただいたのと、あとでね、 それをもとにまた調べ直しまして、要は自律神経失調症の一種だと。自律神経失調症はね、いろんな症状が出ますけど、私の場合は喉に来る、こういう出方で、なんでそういう人はよく甲状腺科に間違ってくるんだと。で、あの、その声が枯れるとか、声がかすれるとかも、甲状腺の病気で確かに出るんですと。なんだけど、そういう時は腫瘍とかで神経が圧迫ないし、 動かされて声に変調が来たすんで、そうするともう声、かすれるならかすれっぱなしになりますよと。出っぱなしになりますよと。いうことで、そういう波がある。あなたの症状みたいに波があるときは、キス性ではないことが多いですと。まあそれもね、人によるんでしょうけど、見てもらった上でのそういうお話だったんで、なんで、それ以外だと、自律神経失調症のうちの割合としては少ないですけど、珍しくはない症状の一個らしいです。で、原因は、要は、休んでいない。 負担の蓄積と。ね。これはね、メイドラの方で小林さんに散々、あの生活習慣は絶対やばいっすよとか、特にブラック改善の時に、休養っていうのは疲れを自覚したら取るんじゃなくって、機械的に、定期的に、定量的に取らないといけないんですよってね。小林さんには偉そうに説教していたやつが休みが足りてないと。まあね、改めて振り返ってみると、最後に一日じゃなくったって、 半日でもいいから、休んだらいつかと思い返してみると、全然記憶にないですよね。なんでね。だ、要は、ちゃんと休みを取りなさいってことなんですけど、まあ大体その、平日は仕事してるでしょで、休日になったら、絵描いてるか、音声か、動画の編集してるか、ずーっとなんかやってるっていうね。なんで、ちゃんと休みっていうのは何もしないで、本当に休養を取るんだと、気をつけます。今後は、意識して休みを取るように。 え最近見た地上波は俺がいる。俺がいる。俺がいる。いる <laughs> わかんないな。なんとかしている俺がいる。こういう系の作品全然わかんないですよね。あ、なんだ。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。か。ああ、両方聞きますね。正式なやつも、略称もね。うん。まあでも本当に、まあそら、兄弟界隈の話だから、そうなるかもしれないですけど、アニメ見るぐらいだなっていうね。だから、 ね、普通の世界各国の標準的な形式になったら、アニメ専門チャンネルだけが契約されるっていうね、それもできないですよね。なぜか。これは異常っすよ。期間ですよ。んで、おつと、ジャヒー様可愛いよ。お持ち帰り。そうっすね。ですね。そう。あの、あれはね、ジャヒー様はね、店長のあれ消せっておっしゃってましたけど、大家さん全然気にしてないですね。気まずくないんだ。完全にお持ち帰りでしたけどね。はよ。 お持ち帰りどころか、店から動いてないですけどね。持ち帰りすらしていないというね。ね。ママと、優しい王や。ね。あのご姉妹は本当にちょっと、ジャヒー様、魔界復興中月には、なんか、そうね、役職でもいいわ。なんかくださいね。お礼にね。えー、確かに、上坂さんですね。で、その上坂さんの、スミペ自身も、キララ作品、初って言ってた、ような。へーそうなんだ。意外ですよね。じゃあ、普段は、どういう作品っすか 上坂さんってしょっちゅう聞きますけどね。キララんでも、ね、これちょっと面白いですね。声優さん自身の方で、まあ、上坂さんの場合はですけど、少なくとも。キララ作品っていう捉え方、声優さんの中でそういうのあるんですね。へえこれは面白いな。じゃあ、やっぱり、ね、声優さんたちの中で、誰々さんはキララ声優だから、みたいな、私も今度、キララデビューします、みたいなことを言われるんだろうか。へえおっしゃる通り。 ね、その、業界としては、本当に後発ですからね、戦後ですもんね、テレビ業界っていうのは。なんで、新たにできた、業態自体が新たにできた世界なんで、最初の立ち上げの時にどういう方針で、この業界を形作っていくか、ということの影響が、今になってやっと、結果になって出てきたんだと。なんで、まだ、その初期の方針が良かったのか悪かったのか、歴史が証明するの、 証明の時期に今やっときたという感じでしょうね。わかりますけどね。新しい、まあいわば新しい金脈だと。で、これを掘り出すという仕事をどうしていくか。自分たちで独り占めして、それに連なる仲間内だけで利益を独占する方向でいくかと。ただそうすると、ね、この時申し上げましたけど、競争がないからすぐに無能化していく。で、誰もテレビならテレビ、消費者が取らなくなる。 そうすると、テレビの場合は、テレビ内での視聴率とか、いくら競ったって、テレビ全体が誰を見てないものになっていく。で、それにはね、税金使って、国民の資産としての電波という通信網だったし、それをどうみんなで共有していくかという協定決めだったんですけど、こうなりましたよということかな。ねえ、大変ですけどね、新規参入と競争は、その業界が強く力を持って、能力を 磨いて維持していくためには必要不可欠ですんでね。なんですけどね。まあもういいでしょうという感じです。で、またね、最後におつといただきまして、えー、第5話の方にコメントいただきました。ありがとうございます。で、あと海外の反応ですね。これもね、えー、まず、これは毎週やるな。多分、三角コンプレックスさんね。毎回なんか特に目立ったことというか、 まあ好きな方がいらっしゃるんでしょう。ジャヒー様は毎週記事が立ちますけど、ジャヒー様はくじけないずヒロイン、ドゥームルトゥサファー。ヒロインね。ね、本当に、今回のまとめぐらいの記事ですけどね。これを、一メディアの、紙面っていう、紙面って言わないですけどね。一本でやるかねっていうね。で、リアクションなんですけどね。このリアクションにちょっとありまして、えー、前回まで順調だった、ジェイさん、ランダムランボープロダクションさん、リュウリュウさんなんですけど、もう一方ね。 アニメエピソードレビューアーさん、毎回拝見してってご紹介もしてたんですけど、ジャヒー様からね、拝見しますという方だったんですけど、えー、前回第6話で落とすかもね、みたいな反応されてまして、タイトルがね、その、ジャヒー様くじけない第6話、リアクションの動画のタイトルが、もうその時点で、ロングアンドポイントレス l e だったかな要は、長くて無意味な尺稼ぎ、穴埋めっていう、 タイトルになってっててんだろうと思いましたら、あのー、特に最後のおまけコーナーみたいなのがそう感じられると。なんで、えー、まあコメディとして楽しいところもあるんだけど、リアクション面で考えるとどうかなと。なんで、来週から来なくても驚かないでくれとおっしゃってましたけど、本当に落とされたみたいですね。なんで、リアクションチャンネルさんとしては、私が拝見するのはですけど、 J さん、ランダムランボープロダクションさん、リュウリュウさんということになります。ま、あ残念ですけどね。そういうことありますよね。あの、おまけコーナーがね、すごい大人気だったりするんですけどね。ディスカッション拝見すると。あと、ね、あとでもうちょっと詳しいことがありますけど、犬神家ね。あれがね、ダガーってなってまして、あれは訳された方がわかんなかったのか犬神ってないっていうのが。あれは、ローマ字で、isn't it 犬神みたいな。か、 Is she doing 犬神みたいな。の方が、まだ、良かったかな。まあ私もね、イングリッシュは素人でございますんで、全然、ま外ずれかもしんないですけど、あれがね、the g って、だったんですけど、さすがのエックスクリーグさん。What do you mean 犬神っていうね、字幕を無視して、犬神って言ってるというのを聞き取られて、なんだそれみたいな、反応されてました。これはね、後であります。詳しいというか、恐ろしい人がね、でディスカッションですね。 魔法少女のせいでトラウマになりゴミ箱の中に隠れているのは誰だそれは我らが副将軍、ジャヒーだ。大爆笑。だよね。こんな元気のない、馬を。魔法少女の運はかなり悪かったね、しかし。うん。酔っ払いを見るのはいつも楽しいものだ。実際彼女のランドレディとの関係も両方が酔っていればなかなか良好なものだ。彼女の頭の上に UFO 落としやがったよ。大爆笑。 それと、私は姉妹二人と、ジャヒーの間の相互作用が本当に大好きだ。彼らが一緒に酔っているのは見ていてとても可愛かった。一話以来私を終わらせた最初のエピソードだ。魔法少女の計り知れない運の悪さから、ジャヒーとランドロードの、ね、ランドロードとランドレイディがありますよと。ランドロードの酔いどれ同士の結束まで、挙句の果てにあの酔っ払いの無茶苦茶に対する店長の反応は圧倒的におかしかったよ。 とても良いエピソード。おそらく全キャストが揃った今、この作品がこの後一層こんな風になることを願っているよと。ね。まあ、今回ね、またお二人かお二人ですけど、おいでになりましたんで、これでね、主役級が揃い分だ今、みんなでどういうことをしていくのか。来週はお風呂ね。うん。まあ、それも後で考えましょう。魔法少女のキャラクターはそんなに好きではないが、今回は可愛いエピソードだった。私もね、あのー、魔法少女さん いや、あれ、ただの犯罪者っすよね。強盗っすよね。あれこそ通報でしょ。ミラクルピピンさんとか、マッシャージャヒー様なんて、そんなもんに構ってる暇あったらあれっすよね。あれ、完全にただの犯罪っすけどね。まあ、そっか。今回ね、ちょっとありましたけど、うーん、所有権を立証できないからな、とかね、細かいこと言い出すと、キリがないっすけど。 最後の寸劇はジャヒーの料理がなかなか楽しいと思ったので、エピソード全体の中で一番好きかもしれない。あんなに色々な方法で作ることができるのは大したもんだ。ね、すっごい人気なんですよね。プロレスの時とかもね、すごかったですけど。まああれがダメだとね、きついでしょうね。大量の怒鳴り声、最高だぜ。それと、ドランクジャヒーとランドロード・レイディは私がもっと必要としているものだ。というね、面白い表記がありましたね。ランドロード・レイディ。 だね。本当に二人はずっともだよ。これがあるんですよね。best friend forever というね。英語でもずっともみたいなスラングがあります。あのお姫様抱っこは意外な組み合わせ、sheep だがそれでも可愛い。drunk wipe 私はあのような第四の壁の破壊が大好きだ。ね。これは特に逆作品だとよくありますけど、第四の壁破り、次元の壁破りというね。まあメタネタとかよく言われるのはそういうやつですね。 マシカ魔族で、シャミ子の同級生の一人が、マジでビデオクリップを持ってきた時のを思い出した。これかー懐かしいですね。ね、あの作品もね、なかなかの、コメディ作品でも、あ攻めたなぁ、っていうね、いうぐらいのギャグというか、いろんな手法のジョーク、コメディがね、ありましたね。なんだって、誰かそのリンクを持っているか、というので貼られてんのが、ああったなーっていうね。あの作品はシーズン3が必要だ。まあ必要ですよ。それは間違いないですけど、 セーズン2は次の4月から始まるんだったはず。というね、さすがですね。その辺は押さえてらっしゃると。おーっと、手が滑った。宇宙船を落とす。<laughs> あそこは前回ね、光ってましたんでね。メん。あれが自分の身に起こった日には本当に嫌だろうね。彼女はかなり不運な人だ。と言えるであろう人。といえば、この人ですよね。スラブスクワット、ジャヒ。そう、このね、座り方が、アジア人はよくやってるけど、骨格が違うんで、アングロサクソンは 苦手みたいなことを聞いたことがあります。で、スラブスクワットというと、Unfortunate Girl といえばこの人でしょうと。残念。さすがですね。宇宙船は単に空から落ちてきたのかもしれないし、植木鉢は彼女のベランダにあっただけなんだろう。しかし電子レンジ、マイクロウェーブなんて一体どうやって落とすんだよ。別のビルに住むお隣さんに見せびらかしていたのか。面白いですね。そう、電子レンジはね、マイクロウェーブっていうし、 あのー、日本語会話での、ちょっとチンしてくれるみたいなやつは、can you microwave it please? みたいな感じ。もうね、マイクロウェーブが動詞になってんですよ。今温めていますは、I'm microwaving it. とかね、マイクロウェービングっていうね、動詞になってるっていうね。まあこういうね、その、日常生活で使うものって、略語とかね、その言語形でしか通じないとかね、ありますけどね。まあそれ言ったらね、日本語会話で言うコンセント、あれパワーアウトレット。 ですよね普通はね。もしくは、アウトレット。コンセント。<laughs> わかんないですよね。まあね、各言語圏によって、そういうことがあります。で、その、マイクロウェーブが、私のマイクロウェーブ、電子レンジが、どうやってご飯を温めるか見てみて、とかね、いろいろ、想像すると不思議な光景が予想されてますけど、<laughs> お隣さん見せるね、こうやって温めるのうちは、みたいなことを見せていたら、おおと手が滑った。しかありえんだろうと。この場面では、大笑いをしてしまったよ。 私は普段アニメを見ているときにそういうことはないんだがねというねなかなかその辺がハードル高い人すら笑わせると今日のエピソードの代替タイトル「正義の魔法少女はマゾヒストじゃない」とか「ジャヒー様は二日酔いにならない」もしくは「この作品を素晴らしいものから不朽の名作に変えたエピソード」とか「本当の友達ホーミーズね」は君が押し込んでいるときいつも背中を支えてくれる まあ、あいろんな、その、The Great Jazhy will not be defeated からの改編タイトルと、毎回のようにありますけど、で、メクラーパンさんが、私は今回のエピソードで、これの全部がとても好きから、絶対に好きになったよ。ジャヒーの苦心したご飯の料理番組は、本当に身につまされる。まるで学生時代に戻ったようだよ。臨機応変にやれば、インスタントラーメンを試作するにしても、無限の方法があるよね。なんであれ、卵を加えることでも別物にできるよ。 で、それに対する返信があったんですけど、プランネーゴネっていうね、サブレディットがあるんですね。18万8千人だなぁ。要は、卵を乗っけろっていうサブレディット。プランネーゴネというサブレディットがあるというね。料理番組は予想外だった。また、大家さんとの寸劇があるのかと思っていた。魔法少女が不幸がしあることを考えると、邪ヒが再びマナクリスタルを取り戻すのに、そんなに時間がかかるとは思われない。そうなんですよね。 まあ、あ付け狙っと言って、その、自分で呼び寄せた風運で身動き取れなくなっている時に奪い返すというね。で、また、メクラルパンさん。あの、料理番組はとてつもなかった。飢えた学生時代。何十年の上にも何十年も前。というね <laughs>。表情されてますけどね。に食べていた。私で言う、もやしは、ライスサローニ。これあれですかね。ご飯をマカロニみたいに使った、簡単な、まあ、チキンラーメンみたいな、もんかな。ね。 まあ、学生、何十年も前。そう、メクラルパンさんはね、多分だけど、20いくつまで学生だったとして、そっから45年ぐらいなんですよね。まあ確かにね、すごい、何十年も前ですけどね。で、メクラルパンさんご本人のコメントです。これまでのはね、変身でしたけど、これまでのほとんどのエピソードは、愉快なものになっていった。しかし、最新の今回は、今までで一番面白いのは確かだ。 店長がそのみっともない瞬間をビデオに取り逃すまいとしながら、そうなるのを許してしまった罪悪感で泣いている一方で、ジャヒーとランドロードが酔っ払っておかしくなって、お互い完全に息が合っている。大きなマナストーンよりも貴重なものだよ。ジャヒーとマジックルールのどちらが不運な傾向かは定かでない。いい勝負だ。魔界を破壊したのはたまたま運の良いまぐれだったということだ。それとも突発的な何かの結果なのか。というね、なかなかの長文の。 コメントされてましたね。魔法少女に UFO が落ちてきた時には我を失ったよ。で、これですね。犬神がね、t h ガー o d ちなみに学生が The ガー d ドファミリーといった意味は何だろうと思っている人がいたら、あれは犬神家の一族、または犬神クランと呼ばれる古い日本映画が元ネタだ。その中で上半身が浅瀬に突き刺さり、下半身が上に向いたような状態の死体が発見されるという有名な場面がある。 よくしてますね。この場面はミームのようなものになっていて、作家が登場人物を何かに頭から逆さまに突っ込んで書くときのは、犬神家という名前にされることになる。これはもしそのような人物が女性であり、スカートを履いている場合には発車ないことになる。なぜなら、は、自明だよね。知見をありがとう。私はその映画を見てみないと。というね、返信あったんですけど、まあ本当に正しい犬神家というね、確かにミームのような、ですしね。でね、これなんですけどね。 私はこのエピソードでは、サブ、字幕ね、サブをオンにするのを忘れていたが、それでも80から90%を理解することができた。自分の進歩が大変嬉しいよ。という方がいらっしゃいますけど、Proud of you. 練習を続けて。という日本語で、はい、頑張ります。進歩は良い気分ですね。という。<laughs> なんでここで日本語会話始まってんすか、この人たち。ねえ、おかしいけどね、これ。でもやっぱそうなんですよね。あの、 スライスオブライフ、政治 DCT って日常系ですけど、どこでの日常かっつったら日本での日常なんですよね。だから、政治 DCT とかスライスオブライフ、スライスオブライフコメディが好きな人は、ウィーブネスが高い、で日本の文化とか詳しいし、日本語の勉強ね、されてる方多いんですよね。ジャヒー様みたいな、本当に可愛らしくって、バカバカしくって、おかしいばかりの作品なんですけど、 その年齢層というか、あと、そういう他の文化に対する興味とか、知的好奇心とか、そういう勉強とかね、頑張ってる人が多いんですよね。こういうこういう作品になると、その作品のお気楽さとは真逆かのように。で、またメクラーパンさんね。アプリでは字幕が表示されない。どのアプリだまあ、クランチロールアップっていうのがあるんですかオンになっているのに。ので、PC での視聴に切り替えたよ。そちらには字幕がつく。 というね。なるほどね。ということがあったんですけど、前回特にね、まあたまたま目についたのかもしれないですけど、メッカルパンさんのコメントの多さと楽しんでいらっしゃる様子。やっぱ偉大な作品ですわ、ジャヒー様は。こうやってね、多分、まあ政治 DCT は年齢層高いっつったってね、英語圏では20代半ばぐらいがやっぱ強いでしょうけど、そういう層とメッカルパンさんみたいな70前後のアラセブンですよ。 つなぐっていうね。で、これね。王や。<laughs> すごいな。なかなかいないですけどね。ランドロードまで。日本語で呼ばれるっていうのはね。魔法少女はね、多いですけど、王や。と、ジャヒーが、家賃のことでいがみ合うのも好きだけど、二人が一緒にほのぼのとした時間を過ごすのはもっと好きまである。まだ半分しか過ぎていないのが嬉しいね。うん。このような作品は、毎シーズンあって叱るべきだろう。完全に同意。私は特に。 誰かかやの愛とヒカサヨコをメインキャストに配するのが成功の秘訣だと思う人はというね、方なんですけど、ついにヤッとしますよね。これはね、ちょっと朗報があるんだが、むしろ我々はまだ3分の1ほどしか進んでいない。ジャヒーは20話だ。そうなんですよねー。これ私もね、びっくりしましたわ。その、1話、2話の時、特に話題になってましたけど、20話のっていうのと、そうするとすぐにえ、じゃあショートエピソードの20話なのかと。ね。 ついそう思うんですけど、どっちでもないっていうね。この尺で20話突っ走るんでしょう。途中一回ゴルフにね、叩き出されましたけど、そういう時にくじけるということはありますけど。わーってそいつはどうらいね、てっきりいつもの続編の可能性が低いワンクールシリーズだと思っていた。それは他のシリーズが10から11話目な一方で、なぜ我々がまだ6話目であるのかの説明にもなるということがね、ありましてね。<laughs> 6話になって、 あ,あ、半分か。でもまだ半分か。みたいな人に、さらに朗報ということがありましたけどね。そんな皆さんが今回どの辺反応起きでしょうか。振り返っていきますけど。うーん。鍛える、ジャヒー様ね。ここは本当にね、ひたすら可愛らしい。で、スポコンアニメでは本当におなじみの、あの、トレーニングモンタージュね。あれがあると。で、え、店長、運動不足を自ら解消されるなんて偉いですね、と。 普通なんかね、その、体重増えちゃってとか、ないと、やろうと思わないですよね、みたいに、思っていたら <laughs>、やっぱり、痩せるためか。ね、ダイエット。このね、ダイエットがね、必ずしも、減量を意味しないんですよね。本来はね。その、なんかしら、えー、ちゃんとした食生活、もしくは健康的な食生活、ぐらいの感じです。ダイエットっていうのはね。だからあれが、やっぱり、日本語では、同じダイエットなんだけど、 英語でのダイエットとは全然違う予報になってると。うん。今回本当にね、この二人はね、お馴染みですし、安心感ありますし、ジャヒー様がずっと変わらしい、という実にほのぼのとした下りと、後から考えると謎のままだったなっていうね。あのー、こんなところにもヤナさんが、というね。ただやっぱ本当こういう時に、そうに対して抗議するんですけど、 よくあんな何通りもね、ジャヒー様は講義のやり方を思いつくなと、この辺はこの人はこういうギャグをやる才能はすごい才能っすよ、ジャヒー様。ね、スラップスティックな作品でよくありますけどね。ああいう仕草の滑稽さとか、最初とだんだん目的が変わってきてるっていうのをね、仕草で表すみたいなやつありますけど、で、親さんも知らないナレーターさんも知らないジャヒー様は当然知らない謎。なんだあれは。なん、なんすかね。 これは後で謎は解かれんのかなという。で、オープニングでいらっしゃるけど、今のところまだ出番のなかった小学生男子さんとココロちゃんさんね。いらっしゃいますね。ね。どうだ見たかこの変身場面をと思いましたけど、そっか不審者か。これはね、忘れてましたわ。その変身したという事実には全然驚かないで、地上が怖いという方が大きいというね。やっぱ慣れてんだな。ああいう魔法とか。で、ね。ココロちゃんさんね。 まあ特にこういうギャグ作品ではよくありますけど、小学生みたいな見た目の主人公のところになんか偶然知り合って友達になる本当の人間の女の子はね、まあよくあるのはその純真すぎてツッコミが刺さるとか、なんかそのこっちは何百歳とかの魔族なんで、なんかやたらすごいと思わせようとして無茶するとかね、ありますけど、ロちゃんさんは本当にちょっとこっちが 気遅れするぐらいの、ひたすらいい人だし、ジャヒー様に対して、優しくって、いろいろしてくれるなんでなんすかね今日会ったばっかりの、ジャヒー様にね、何があるんだろう。すごく助けてくれた。けどね。で、しかもね、また、魔石探そうねーか。全然そういう時にね、その、ね、さっき言いましたけど、ジャヒーちゃんじゃない。ジャヒー様と呼ぶんじゃ。とかね、何回かある。ですよ、普通は。あと、魔石ね。うん。 アニメで見たとかね、そういうのでもなくってね。まあこれは店長とかもね、そうなんですけど、すごくその辺の受け入れの速さ、実に円滑ですよね。まあ、そうじゃないとね、毎回めんどくさいですからね。その辺は全然疑問にも思わないし、まあそんなことあるか、みたいな感じ。助かるわ。ひたすら助かる。ロちゃんさんね。うん。で、そのロちゃんさんなんですけど、なんかありそうですね。まだ。あんまり他の子みたいに放課後はクラスメートとか、 あー、転校してきたばっかりとか、ありますよね。で、まだ馴染めていないぐらいの時に、ジャヒー様か、うん。なんで、越してきて初めての友達がジャヒー様だよ、みたいな話かな。あと、かもっと、店長がちょっとね、疑われてましたけど、なんかあるんじゃないかと、魔界のもんじゃないかとか、魔法少女の側の、なんかしら、ロちゃんさんね。まあ、その名前の法則ね、人間は名前わかんない。 のの法則が本当に一貫ししてるんんんだとしたらココロちゃんさんは魔族のでもね、ジャヒー様はご存じないですから、関係ないでしょうけどね。だからまあ別に名前にそんな決まりはないと、たまたまだと、かもしれないですし、ただね、くしくも前回とかで、まあ、でもそっか、あの、魔法少女とデッグアスかもしれない状況で、ジャヒー様一人はね、心細いんで、誰か一緒にやってくれないかと思っていたら、 今回で、うん、魔石探しを一緒にしてくれる仲間ね、逆に危ないかな。あの、まあ、魔法少女さんに限らないですけど、心強いですけどね、今のジャヒー様には心強い味方ですけど、危ないかな。わかんないわ。それは、ジャヒー様がその辺を考えられんのか、それかコ、コロちゃんさんには何か力があるのか、とかも含め、まあ、そういうことが全然なかったとしても、今後、魔石探しもそうでしょうし、 どっか遊びに行ったりね、したいでしょうし、そういう話もいろいろあるんじゃないかなと思いますけど。あとお風呂ね。うん。まあお風呂、どっか、ここに通いなさい、みたいな。銭湯でも紹介してもらうんか風呂といえばたらいだと思っていたわい、みたいな。ジャヒー様に。これが本当のお風呂よ、みたいな感じですかでも <laughs> わかんないですけど。まあ普通に、あお金がね、かな。うん。なんでしょうね。お風呂を巡って一話すかうん。 まあ多分また、二部構成とか三部構成なんでしょうけど、その中でお風呂が出てくる。それでなんか別に、魔石とか魔界絡みのね、 何かありますかねわかんないですけど。まあその辺のね予想もまたあるかもしんないですけど多分皆さんの反応もその辺が大きいでしょうかね。なんで次回までの間にその辺のところをまたいろいろと拝見してもらって何か面白いことがありましたらお話しようかなと思っているところでございます。ってとこっすかね、今回は。そんな感じでジャヒー様はくじけない第7話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。